せっかくなんで、この熱気あふれる皆さんなので、何らかの方から、そしたら自治体の新しい参加がまさに参加っていうのをやろうっていうのを。言ってることみたいな、若い人向けじゃないかっていうのは、なんかその辺の若者を受け入れる姿勢っていうのが、若い人は投票行かないのですから、あるいはこれ今若い人だけじゃないわけですよ。選挙全体の投票率が下がってるのどういうこと、逆だろう。市民の政治離れでも若者の政治離れでもなくて、政治の若者離れ、政治の市民離れがずっと続いていた結果としての今がある。この流れを変えていかなきゃいかんわけです。ありがとうございます。立憲民主党の原田健介です。どうぞぜひ、原田健介33歳、原田健介を先頭にして。